ダイオーギスはキスの一種。オーストラリア南岸固有種である。全長72センチメートル、体重4.8キログラムに達するキス科の最大種である。細長い体型と独特な反転から同定は容易である。波の少ない湾内などの砂地、アマモバなどに生息するが、生魚はより深い大陸方にも進出する。低性の肉食魚で、甲殻類、多毛類、 海類、魚などを食べる。オーストラリア南部の商業漁業において、最も重要な魚種の一つで、年間500万ゴードル以上の漁獲庫があると、報告されている。釣りやすさと味の良さから釣りの対象ともなる。シリージノズ属唯一の種である。1829年、キング・ジョージ・サウンドさんの標本をもとに、ジョルジュ・キュビエにより、シラゴ・プンクタータとして記載された。 1861年、テオドールジルは、形態的特徴から単価属シリジノズを創設し、本種を置いた。キュビエが、ホロタイプを指定しなかったか、紛失したため多くのシノニムが命名されたが、1985年、マッケイにより、レクトタイプが指定された。様々な英名があるが、最初の標本の最終値に由来する、キング・ジョージ・ホワイティングが一般に用いられている。 斜めに並んだ体側の反転に由来する、スポッテッドホワイティングなど、特に、オーストラリア外の市場では、他の名が用いられることもある。基本的な形態は、他のキス類と同じであり、細長く側平たした体、先細りになった口を持つ。シリーズの図属の特徴として、第一背びれが12から13棘状であること、第二背びれが1棘25から27難状であること、 脊椎骨数は42から44であることが挙げられる。キス類の最大種であるため、側線ウロコ数が129から147と多いことも特徴である。他のキス類と確実に区別できる形質としては、ひの形態が挙げられる。ひの後方は先細りとなっており、背面の前方には角のような一体の突起がある。キス族のようなひの下面から伸びた、 感情突起はない。体色も特徴的であり、背面は薄いキツネ色から緑褐色、覆面は白銀色。体側を斜めに走る茶色い反転の列があるが、死ぬと消失する。尾ひれ、尻びれ、胸びれは明褐色で、尾ひれには能力色の反転がある場合もある。全長72センチメートル、体重4.8キログラムになる。アマモジョウ。 砂地のある典型的な生息地オーストラリア南部、固有種であり、西オーストラリア州南部、南オーストラリア州、ビクトリア州、まれにニューサウスウェールズ州南部でも見られる。西種源は、西オーストラリア州のジュリエンベイ、東種源は、ニューサウスウェールズ州のボタニー湾と報告されている。本土の海岸線や点在する、島々の内湾、三角港、入り江で、最もよく見られる。 生魚と稚魚では生息場所に差があり、稚魚はより浅い場所に出現する。餌場と外敵からの保護を得られるため、若菜は湾内のアマモ場を好む。稚魚は他のキス類などと共に群れを作ることがある。生魚は群れを作らず、沖合の深みに移動するが、稀に浅部に出現することもある。他のキスのように、定生生物の捕食に適応している。 大型のキス類はすべて、突き出す顎と感情の口で、堆積物の上、内部の餌を吸い込むように捕食するという方法をとる。捕食時には視覚に頼らず、獲物が発する振動を感知していることが示されている。消化管内容物の調査では、主に観客類、貝足、し、多毛類を食べることが示された。オーストラリア南西部での調査では、他のキス類と異なり、 南体動物を全く食べないことが示された。また、極秘動物を餌とするキス類は多いが、本種はあまり食べない。本種と白ギス属の数種は生息地が重複しているため、これは日地分割の一例とみなせるかもしれない。他には、様々な甲殻類、他の魚、定生藻類などが餌となる。上で述べたように、若菜はシマアジヘダイ、 他の基礎類などと共に群れを作って設置することが知られる。大型個体は、ゴーシューマダイギンタカノハ、大型アジ類などの大型魚と同所に生息するようになる。本種、特に稚魚は、小金類や大型の魚類の獲物となる。マルスズキコチカ、クロタチカマスカ、ホソカマスサムエイなどが主な捕食者である。様々な潜水鳥類、怪獣も、本種を獲物とする。 生後3から4年、オスは3 0ンチメートルメスは3 4トルで、生成熟する。これは、漁獲が許可されている、最低の大きさであり、漁獲前に繁殖できるように考慮されている。繁殖場所は地域によって変わり、川口で繁殖する場所もあれば、9ル程度の深みで繁殖する場所もある。繁殖は2から7月で記録されているが、 5から6月が最も活発である。稚魚は遊泳力が低く、長距離を海流に乗って運ばれて定着する。味が良いため、オーストラリア南部では、漁業、遊漁もに広く利用されている重要な漁種である。養殖の研究も行われているが、あまり成果は上がっていない。主な商業漁業は、西のサデューナから、東のセント・ビンセント湾まで行われている。また、 ビクトリア州や西オーストラリア南西部でも小規模な漁業が営まれている。漁獲には、底引きも、刺し網や生え縄、手釣りが用いられる。この漁業はオーストラリアで最も重要なものであり、年間500万ゴードルの漁獲口があり、市場で高く売買されている。1980年代後半を通じて、本州は南オーストラリア州の漁獲量の60%を、 閉めていた。味が良いため、オーストラリア南部ではよく釣りの対象とされる。沿岸域の多くの町は、本州を目当てにした釣り人によって、観光収入を得ている。要因に釣ることができ、特殊な餌や釣り具は、必要ない。釣り船も不要で、防波堤、砂浜、岩場から釣ることができる。餌は主に、ピピガイが用いられるが、コカイウジイカ切り身、 他の貝類なども用いることができる。新聞に住む大型個体は、イワシを餌にしたタイや銀鷹の羽狙いの釣りで釣れることがある。州ごとに、全長、匹数に応じて捕獲制限が行われている。ビクトリア州では一人当たり20匹まで、全長27センチメートル以上に制限されている。南オーストラリア州では、一人当たり12匹まで、全長は 統計136度以東では3 1センチメートル、異性では3 0センチメートル以上に、西オーストラリア州では1人当たり8匹まで、全長2 8センチメートル以上に制限されている。価値が高いため、養殖の可能性が検討されているが、長い養成期がその実現を阻んでいる。他の問題としては、飼育下でのみ発生する未知の寄生虫がある。 甲状腺ホルモンによって、陽性の成長を促進する手法を用いることができるかもしれない。ありがとうございます。